はい、えー、こんにちは。FX をご覧の皆様。今日も投資してますかまあ今日は1月1日なんでね、相場はありませんけども、でも、投資について頭を痛めてるんじゃなかろうかと思います。去年はなんで負け越したんだろうか今年は勝てるだろうかもしくは、これから始めるんだけど大丈夫かなってことですよね。今回はですね、FX オリガルヒが49万8000での販売になりましたけども、なかなか手に届く方がいないと思いますんで、ですんで、前回の動画で、 FX の基基礎礎用語基礎概念編これ3ヶ月連続の1分講座これを5万円での販売1月3日リミットということにさせてもらいましたけれども今日はですねそれを踏まえた上ででで中級編での販売ですこちらの方はですね一昨年販売して去年も販売した FX の中級編これテクニカルを4つの部門に分けて半年がかりで1週間に1回から2回の動画教育ということになっています。 半年のスパンがありますので、かなりしっかりと学べることになりますえ。そしてこの4つの手法、テクニカル手法っていうのは、FX のみならず、投資の世界全般で使えるものになります。例えば、エリオット波動。聞いたことありますよね。エリオット波動が使えるようになれば、そう、上昇トレンドが測れるんですよ。これはだから裏返せば、加工トレンドも攻略できるってことになりますよね。それから、フォーメーション分析です。フォーメーションというと、補助線を引いて、 どどういうふういいいに今後動いていくだろうか、どこで止まるだろうか、こういったことを見分けることになります3つ目の手法なんですけども逆た5法ですよね典型的な昔からある法則ですダブルトップ逆三尊、こういったものが出てきますそういった形を覚えることによって今後の動きが分かるということになりますもちろんこういったテクニカル手法本で勉強してもらっても全く構いませんでででも、本で学べること何で私が今、 教材として販売するかというと本で受け取れない人は動画音声で受け取ったらどうですかってことなんですよですんでこれから始めようとしてる方 FX に挫折の経験がある方この中級編をご覧いただいて半年間みっちり勉強すると2023年の市場っていうのは市況っていうのはかなり読めると思いますだって FX の公式があるわけですよ公式を覚えたら勝てると思いませんか少なくとも勝率が上がりますよね 勝率どのくらい上がれば勝ち越せるかそれはなんとですね49対51でいいんですよ FX って買うか売るしかないわけですよつまり五分五分なんですよそこにちょっとのバランスを崩すテクニカルな法則を加えれば49対51その差額の2割でずっと勝ち越せるわけなんですよねそのためのテクニカル講座 FX 中級編こちらの方の販売を今回10万円でさせていただきます 以前は29万8千円で販売したこの商品、大体いい40件ほどご購入いただきました。今回はお正月価格ということで、10万円での提供になります。FX オリガルヒ本編49万8千円に、ちょっと二の足を踏む方、こちらの方をお試していただければと思いますが、初級編5万円とセットでご購入いただくことをお勧めします。合計で15万円になりますけども、ただ、こちらを身につけなければ FX どころか、投資の世界に入ることは困難だと思います。それでは、 お申し込みは1月3日まで、私の方にメールアドレスからお申し込みください。ありがとうございました。よろしくお願いします。